んたたち、南方訓練兵団出身なんだってね。兄レオハートと同じ。仲良かったの？あいつのことまだ何も知らなかったのに、あの日以来見つかってないのは、巨人にぐちゃぐちゃにされて見分けつかなくなったからでしょ！いいや、潜伏してた巨人の正体が、アニ・レオンハートだったからだ。まったく。